ですよね。旅娘とはポコミと妹分のライターハッチ、ユッケ、リンカ隊長、ルルが繰り広げるパチンコ旅番組。実践は毎回ポコミと妹分の誰かで行い、プラスサダマを目指しちゃいます。ここで重要となるのが、旅の内容がサダマで変化するということ。簡単に言うと、プラスサダマが多ければ多いほど豪華な旅に行けちゃいます。そして今回も前回に引き続き旅編の模様をお届け。ちなみに旅の内容はこんな感じ。東海地方に新幹線の自由席で移動し、それなりの料理を食べ、ビジネスホテルに泊まり、自腹で好きなことをやる、そんな旅となっております。前回三重県松阪駅に降り立ったポコミとルル。実践ではポコミが大当たり1回、ルルが6連チャン中と絶好調。今回は2人が食事に行った模様からどうぞ。あれ、ここあれ、肉って書いてる。肉って書いてある。ねえ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 、松阪ですよね、ここ。松阪牛、もしかして。本当に？そうです。お昼はここ丸吉さんでいただきます。うわー、嬉しいです。やったー。めっちゃお腹空いてますよね。いただきます。早い早い、ポコミさん、いただきます。ちょっと早いですよ。今回2人が食事に向かった先は松阪丸吉。営業時間は朝10時から夜の8時半まで。松阪牛の本場、三重県松阪市で創業50年以上を誇る老舗精肉店。直営レストランではステーキ、すき焼き、網焼きなど多種多様なメニューをご用意。その他の詳しい情報はホームページをご覧ください。ということで、国産牛の網焼きです。イエーイ。これはいいですわ。いいですね。もう色艶すごくいいですね。ただでも国産牛ってしか聞いてなくて、はい、ここ松阪じゃないですか。あれ、松阪牛じゃないんですか。じゃないみたいなんですけど、なぜ、どうして。旅の内容はそれなりの料理なので、松阪牛はちょっとここまで来といて。だって普通のお肉屋さんでいいじゃん。ひどい、ひどい。どういうこと。しかもさ、何、昼だったらいいじゃん。晩ご飯でやろうよ、そういうのね。そういう企画は晩ご飯でお願いします来ちゃってるんだけどねまあでも言うても私ね、さっきね、はい、こっそりね、実はねメニュー見ちゃったんですよ。はい、あのね、この国産ね、黒毛なんですよ。あら、ということは黒いんです。結構いいやつなんですよ。いや、このお肉自体ももう結構、もうこれだけは食べれないような、めちゃくちゃいい肉なんで、まあ、あの、まあ、せっかく松阪にいるんで松阪牛と言いたいところなんですけど、もうこれでも十分ね、はい、ありがたいので、まあ、じゃあ美味しくいただいちゃいましょうかね。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ということで、いざ実食。これがいいんですよね。ここにこう、あ、あ、つけ。タレが先ってさっき説明受けたでしょ。お、熱い。あ、あ、こんな感じ。もっとつけた方がいいのかな。分かんない。そんなもんで大丈夫だと思います。ちょっとお手伝いします。すごい熱いんですよ。多分こうなんかあれですよね。これ7、なんか縦に置いてってください的な。そう、縦だった。いや、全然全然いいんですけど、スペース的にいっぱいいっぱい焼けちゃうから。なんか、うん、火の方向にって言って。あ、本当ですか。でも、どっちの方向かかんない、それが。確かに火の方向って何と思って縦、まあまあまあ、いっぱい焼きましょう。ちょっとこうやってやって、ちょっとね、隙間をなくしていっぱい焼こう。一瞬でいっぱい食べよう。一瞬でいっぱいいただきたいです。ちょっと私野菜も、あ、野菜もいきたいね。え、待って、柔らかいんだけど、っていうかやばいんだけど。あー、なんか生殺しされてる感じ。ねー、早く。え、これどれぐらいでいいのかな。あ、てかさ、いい肉だからさ、あんまり焼かなくていいんじゃない。そう思いますね。あんまり
そんなに焦らなくても肉は逃げないよ。私もそうなんだ。柔らかいですよね、その方が。焼きすぎると硬くなるし、ね、硬くなるし、なんか炭塩とか私結構分かる。半生で食べちゃうかも。すぐやる。あ、やっぱり、すごい柔らかいね。あ、どうしよう。あ、もうこれいい、いいかもいいかも。ちょっと待って待って、取れない。こびりついてる。柔らかすぎる。なんて柔らかいんですか、これは。どう事件が事件発生します。高いお肉が破れてしまうという事件が。ああ、早くしないと焦げちゃうよ。焦る焦る。ポコミさん、ポコミさん頑張って。あ、肉ごめん、肉。え、もったいない。そのなんかこびりついたの食べたいぐらい。あ、ポコミさん、これ結構もういけてるんじゃないんですか。こっちいいよ、ルルちゃん。先に食べてください。ということで、先にルルから。いただかせていただきます。じゃあポコミさん、お先に一口いただきます。いただきます。どう、感想は。めっちゃ柔らかい。すっごい美味しいです。いや、食べ娘いいな。食べ娘いいですね。え、今あ、すいません、前から思ってましたけど今日特にいいなっていう。え、今初めて思った感じ。そんなことないです、前から好きです、食べ娘。え、嘘、本当。あ、肉肉食べてる、ごめんさん。え、じゃ、なんか口でちぎれちゃうみたいなんで。続いてポコミも。いただきます。うん、ポコミは気の利いたことが言えるかな。ちぎれるとは聞いていたけど、これほどまでとは、うん、筋とかないですよね。もうなんか普通に食べれちゃう。え、これご飯特盛りにすればよかった。おかわりしてください。おかわり OK。 どうぞ。でも肉もお返ししてください。それはダメ。お肉はちょっとダメみたいです。お肉もお返し。ちょっと、これめっちゃ美味しい。あ、焼けてます。食べて。え、待って待って、どうしようどうしよう。待って。え、めっちゃ美味しい。本当に柔らかいね。うん、想像以上なんだけど。美味しい。もうめっちゃ美味しい。どんぐらい柔らかいかってさ、うん、ご飯と変わらないよね。言い過ぎ？でもそうだよね。なんかね、もちもちしてんだよね。なんかどんなにお肉でも噛み切れないとかあるじゃないですか。たまにあるよね、うん、これそんなことない。しかもあっさりしてて超おいしい。いや、ぜひ丸吉さんへ松坂に来た際には立ち寄ってください。あ、幸せ。2人のお腹もいっぱいになったところで、ここからは実践の模様をどうぞ。今回旅娘がお邪魔したのは三重県四日市市にあるウイング四日市中央店。四日市インター降りて左にまっすぐ、国道477号線沿い。最新機種から人気機種までバリエーション豊かなラインナップをご用意しております。前回に引き続き AKB48 バラの儀式を打つ2人。とりあえずなんか次のねシーズンもなんかルルちゃんのおかげでもう出だし好調ですよね。上乗せできてなれそう。え、なんか背景めっちゃ可愛くなったんですけど。なんかね、あ、そうだね、連チャンするとね、そういう風に爆弾になるの。イルカが出てくる。そうそうそう。すいません、初めて連チャンしたもので。いやいや、もうね、こんだけ連チャンすればもういいよ。え、これアジアツアーってことは。あ、もう日本は飛び出した。あ、だからちょっと変わってるんですね、うん、かわいい。このさ、アヒルリー乗ってるのね、かわいいですよね。上海だ。まあ今日はまあ
あでも言うても閉店までは打たないと思うから。そうなんですか。多分打たない。まあだってせっかくね一応見えに来てるから、まあ、パチンコも打つんだけど。え、私これ今全部出た分入れようかなって思ってたんですけど。出た分入れようかなってなんだよ。あの今持ち玉あるんですけど全部入れちゃうの。いや出ないんだ。じゃあ、まあなんかまあ逃れちゃうの。ちょっとネガティブですね確かに。いやいつもでも出玉あるとやっぱちょっと入れちゃうんですよ。いやそれはわかるよ。もうそれが正しいパチンコなんだけど、いや多分ね一応旅だからなんかあるんじゃないかなとは一応思ってるんだけど。あ、おや、え、待って待って、これ やばいやつじゃない。これ全回転。全回転すごい。ルル、ここでまさかの全回転リーチ、ね、あ、ミュージックラッシュ中もこういった全回転が。ミュージックラッシュ中見れる。結構見れる。通常時と同じ全回転ですか。通常時も卒業あるよね。トモチンとか。いやこれ感動しますね。いやーよく出したね。たまんないね。じゃあ感動しましたこれ。ルルはこれで7連チャン目。いやマリコ様ありがとうございます。え、何連続 15？ 結構連チャン7回ぐらい。7回ぐらい。7回目だから6回連続。6回連続16ラウンドをゲットしております。すごいね。4ラウンドとかラッシュっていうかあの SKE かがないのが確かにすごい。すごいね。いやこの間1回も行けなかったんで収束してますねまあ旅で収束。これで持ち玉は1万個オーバー。あ、嘘、行ったするとここでポコミにもチャンスが。またたこ焼きが飛んでくるやつですね。飛んできたらチャンス。成功すればミュージックラッシュだよ。2回目だからね。早い早い、球早い。たこ焼き1個来たよ。2個目、3個、4個、5個。待って待って、なんでこんな。え、これ黄色だよね。金じゃないですよね。黄色だよね。でも玉赤くないですか。あれさっきどうだったっけ。あー、ダメだ。残念。ダメだった。ダメだった。え、二人の理想のデートは。だって理想のデートですか。カンペ出てきたんだけどいや最近デートとかマジでしてないんで。どうしましょう。まあ、理想ですよね。理想のデート。さあ2人の理想のデートとは。理想のデートって私ないかな。とこみさんないですか。別に何でもいい本当に。あ、まあ、好きな人と一緒だったら、うん、何でもいいって言うとつまんないかなつまんないです。どうだろう。ベルちゃんは。私はなんかいろいろ遊び行きたいなって思いつつ、やっぱ結局パチンコとパチスロしたいんで、パチンコパチスロ一緒にしてくれるデートがいいです。パチンコパチスロデート。はい。逆にさ、やんない人とかさ、そういう嫌いな人とかってダメ。多分付き合えないと思う。付き合えない。私は無理だな。だって行きたくなっちゃうもん、パチンコ。わかる。ポコミさん、過去に最高のデートってありますか。最高っていう、こうランク付けとかしたことないんだよね、でも本当に。まあ言われてみれば、ディズニーランドとか。ディズニーランドも全然すごい、すごい楽しいだけど、それも最高のデートだし、別に行かなくても。てか私、ポコミさんが誰かとデートしてるって聞いたら結構胸苦しいんですけどどういう意味。いや悲しい。なんでなんでだろう。いや友達とですよね。なんで苦しいの誰なのいやなんか悲しい気持ちが。なんでなんでしょうこの気持ちは。いやもしかしてあれ、もしかしてあれなのかな私の歴史にまた1ページ。いやでも丸吉
ースさんのお肉最高だったね。いや本当美味しかったですね。いや私ね結構肉好きで家でも焼肉とかやるんだけど。あ家で焼肉いいですね。 やっぱりさ焼肉屋さん行くよりも安くね結構いい肉とか買えたりとか美味しいお肉買ってきて、そうそうそう、自分家でね、そう好きなだけ私量食べるからさ、あその分ちょっとスーパーとかで買った方がいいかなっていう。だけどやっぱりね違う、スーパーにあんな肉売ってない。さあ油っぽくなかったですよね。あんなに切れちゃうんだ。いや結構量食べたけど全然気持ち悪くならないし、そうそうそう、なんか油身的なのがないよ。なかったです、なかったです。よっしゃ行くぞ。めっちゃいい思い出になったわ、自慢しよう。私も本当におせせ抜きであそこは美味しかったです、ね、ぜひお近くの方もね行っていただきたい。お近くの方もねぜひね、ぜひ知ってると思うんですけど、いやお近くだと逆に行かなかったりすると思いますよ。実はあの後松坂丸吉ではこんなことがありました。そんな喋れない姫娘、いいな。今初めて思ったみたいです。頬張りすぎですだってリスみたいって言われるの、うん、やっぱり頬張りすぎちゃって、うん、リスみたいになってる。野菜の香り、野菜の、はい、できてる、できてないか。ちなみにスタッフさんが今隣にいるんですけど、はい、これはあでも見た目そんなにあれかな、同じ国産ですか。スタッフはせっかくなので松阪牛をいただきます。今なんて言いました。松阪牛、何つった今。私の幻聴だと思うんですけど、松阪とか言いましたよね。だからスタッフは松阪牛の網焼きを食べます。あの打ってないですよね、スタッフさん。え率直に、率直に、なんでそのなんか出玉で勝ったとかそういうわけじゃないですよね。なぜなぜ。いや、せっかく松阪に来たので。いや、ごめんなひどい、こっちのセリフだわひどい仕打ち。いや、もちろんね、ひどい、今いただいてるお肉もすっごい美味しいんですけど、めちゃくちゃ感動してるんですけど、うん、いや、でもね、でもね、いや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 、私たちも名産食べたい。同じの食べようよ、せめて。そしたらね、えむっちゃ頑張ったよね。私、特にすごい毎回サタマー在宅プラスでしたけど。そうですよ、ポコミさん前回もね。ちょっとちょうだいよ。お願いします。ちょっと頼み方がななんか超厳しい。上から来たわ。いや、やっぱ旅娘嫌いだわ早いねそれもね切り替え早い。うん、すぐほらルーちゃん嫌いになっちゃうんだから。ちょっとなんとかね、ちょっとじゃあしていただきたい。ちょっとルルちゃん得意のあのセクシーな感じ、うん、セクシーな感じ、ちょっといやらしい感じ。初めてやるんですけどそれ大丈夫ですか。なんかしいたけとか、しいたけ使えないいきなり、いきなり、何どういうことしいたけとかマジで、うん、これ大丈夫なんですかねお願いします。松阪牛食べたい。お願いします。はい、ルルは松阪牛を食べて OK です。ちょっと本当笑いこらえの必死だった。ちょっと小森さんはえじゃあたまにあるんでいいよいいよいいよ、うん、私玉ねぎちゃんどういただきます。これ玉ねぎに向けてだよね。でもね、そう、玉ねぎをめでる感じで。あ、めでる、はい、めでればいい。そう、あらあらあら、かみちゃったの、かみちゃったのよしよしよし、あれ終わりOK ですよね。しょうがない、OK にしましょうありがとうございます、いただきます。犬を飼ってるもんで、あ、はい。じゃあ私早速松阪牛を奪いに。お、行ってくれる？私靴下今日すぐ脱げちゃう。いやー、私食べたことない松阪牛でーす。じゃーん。わー、
じゃあいただいちゃいましょう。いただいちゃってください。いや本当私食べたことない。いやないですよね。いや本当ないです、食べたこと。でもこれ東京で頼んだら結構するんじゃないですかね。多分普通にね、地元に来るより多分割高になりそうで、こちらで食べた方がきっとお味も美味しいし、やっぱ地元だからね。ありがとうございます。なんでいい牛って柔らかいんだろう。何の成分で柔らかいの。確かに。なんでだろう。ねえ、なんで？なんで？なんで？教えて。なんでなんだろう本当に、それはいつも思うんだよね。あ、見て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 。レア焼きみたいな。なんかちょっとやっぱ違うね。ね。ちょっとやっぱ違う。スベスベですよ、スベスベ。なんだろう、これ焼いた時の色が違うね。薄い色というか。美味しそう。これね、私多分ね、2合ぐらい食べれるわ。マジで。いや、旅娘最高。あ、おみさん、はい。何回も好きになって嫌いになってる、ちょっと移り変わりの早い。松阪牛、いただきます。めっちゃ柔らかい。もっと？もっと。国産ちゃんよりさらに。これ本当にお世辞抜きで口の中でとろけるような。ちょっとスタッフさん、これ独り占めしようとしてたのちょっとひどいですよね。私食べてないけど、これはひどい。ありえない。ありえない。まだ食べてないけど。食べて、焦げちゃう、全然違う、これ、本当に。じゃあ、マスタカウシいただきます。本当に柔らかいね。本当に柔らかいですよね。あ、国産の黒毛より柔らかい。そう、国産でも柔らかかったけど、それさらに柔らかい。あのね、国産が普通のご飯の形だったら、これはおかゆ。おかゆ胃に優しいみたいな。でもさ、脂っこくないよね。そうなんです、それが一番なんかいいかな。そうなんだよ、なんかね、結構ね、こうなんだろう、気持ち悪くならないというか、旨味はあるけど別になんか脂っこくないから、美味しくいただいてます。幸せよ。美味しいもの食べさせていただき、そうなの、もう旅娘の株がバーンって上がりますから。その前はどうだったの。あ、その前は普通に、結構それ言うんだけどさ、普通にいい番組だなとは思ってたんですけど別にそしたらそんなバーンと上がるまでもないじゃない。いや、お肉効果で今のところね、サダマがね、二人のサダマがねいい感じだから、もしかしたら上乗せして次のシーズン旅、もしかしたら本州抜けれるかも。え、ジャカルタですか。ジャカルタ、もう日本じゃない。ジャカルタではない。おールルはこれで8連チャン。本州抜けるね、これ。飛び出します。飛び出します。次の旅は楽しいぞ。もこみさん、AKB の歌で一番好きなの何ですか。16シンパシーかな。あ、私も好き、あれいいですよね。やっぱりね、初代 AKB 出て、その公演が初めて始まったのを見たときにやっぱり衝撃だった。私も鳥肌立った。よかった、あれは。もうホールというか、まあ、島全体があの曲で盛り上がるじゃないですか。そう、鳥肌立っちゃうよね。本当にあのダンスとか衣装とかも全部いいな。衣装めっちゃ可愛い、ね、そうそう。ただパチンコ打たない AKB ファンあんまり知らないんですよ。あ、16シンパシー。そう、なんか有名じゃないみたいなんです、そこまで。そうか、逆にね。そうだ、すごいもったいないなって。でも普通にいい曲だと思うけどね。普通にいい曲ですよね、やっぱりテレビとかでほら流れてないから、 CM とかで。まあ、メジャーには流れてないもんね。そうなんですよ、もったいないなって思います。
でもパチンコファンはね、16シンパシー好き多いと思うんだよね。パチンコ好きかどうか分かりますね、それでね。今アジアツアーシンガポールです。すごいね、シンガポール行きたいな。シンガポール行きましょう。リアルで行きたい。これ10万発ぐらい出したらシンガポールになるんですかね。ならないと思いますよ。海外は、海外はあり、海外ないの多分ね。でもね、ないよ、パチンコ打てないから。カジノ行けばいいじゃないですか。それがね、移せればいいんだけどね。あ、移せないのか。やっぱダメだろうね。すごいドレス着てヒール履いてカジノ行ってみたい。あ、でも似合いそう。赤いドレスとか着てほしいんだけど。着てなんかおしゃれにやりたい。さあ、おしゃれにやろうとしてもやったことないから。なんかジャージでサンダルとか。超ダサいと思うの。いやいや、やったことない。なんかおどおどして、えってなったそうだから。でもあれってパチスローみたいなのあるじゃないですか。あるね。全然日本のパチスローとやっぱ違うみたいだから。ああ、どうなんだ、あれ何なんだろうね、よくわかんない、ね、目押しとかないらしいです。完全に運みたいな。そう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 。そんな中、ここみは当たんないんですけど。いやー、当たんないっすよね。当たんないよ。ココミは現在ハマり中。なんかあんまり曲が増えないんですよね。今回ね、結構ね、ポニーテール簡単に増えない気がする。聞きたいんだけど、なんだっけ、ポニーテールとシュシュ。いや、ココミさんの好きなラブラドールレトリバーにします。いや、私好きって言ったっけ。犬が出てくるから。あ、でも一言も言ってないけどね。そうだっけ。なんか犬は好きだから。そう、ワンちゃん好きだから、うん、どうかな。うおー、来ました。これはもうシンガポール行きですね。これはもうあのカジノですわ。カジノですわ。カジノ決定、カジノ決定でお願いします。考えときます。ちなみにさ、前回の旅は2日目に、まあ、全部いろいろと楽しんでから実践で、今回は1日目に実践で、一応ね、明日、まあ、お楽しみというか何するのかなっていう。明日まだ決まってないですよね。まあ、何するかっていうの分かんないから楽しみ。何でしょうね。何だろうね。前回ね、結構金運が私特に悪かったから、シーク人とか巡ったりとかして、で今回のシーズン定まがね、多分トータル全然プラス だと思うんだよ。だ、今回はそういうのいらないですね。いや、でもね、ちょっと心配だからさ、行きたいっていうのは。心配なんですか。行きたくない。せっかくあれだったらなんか行きたいって気持ちもあったり。まあ、なかなか来れないですからね。なんかもしあるんだったらね。期待を胸に今回はここで終了。次回、旅娘旅編恒例、あれやっちゃいます。もちろん実践の方もお楽しみに。旅娘。